三木修雄は、香川県丸亀市出身の解剖学者、発生学者である。丸亀中学から六校を経て、九州帝国大学工学部航空工学科が、廃下となり、東京大学医学部と進み、東大助手を経て、東京医科歯科大学助教授、東京芸術大学教授。また、弟子の校の国を筑波大学の招きで、筑波大学開学以来非常勤講師も務めた。 1963年、オオ症用における秘蔵問いの血管、特に二次静脈との発生学的関係についてで、東大医学博士。1987年、脳出血のため死去。去年63。生前に出版された本は2冊に過ぎないが、死後続々と遺構が出版され、解剖学者、発生学者としてよりも、むしろ得意な思想家。 自然哲学者として注目されている。ミキが思想的影響を受けた人物としては、富永半次郎、ゲーテ、クラーゲス、宝井企画などを挙げることができる。自然科学者としてのミキは、西欧近代の硬直化した、機械論的、実証主義的立場から距離を置き、人間と自然との生きた、自然感覚とでも言えるものを取り戻そうと試みた。 そのことが自然界の中で持っていた固有のリズムを喪失した現代人に強く訴えかけるものを持っていると考えられる。著書の中では植物機関と動物機関という観点から発生学、古生物学、比較生物学、進化について考察している。著書、胎児の世界では一例としてホヤの生涯を挙げ以下のように説明している。ホヤは 生殖期以前には動物として移動するが、生殖期には摂取した栄養を生殖に継ぎ込むため、植物のように移動をやめ定着して過ごす。これと比較して、脊椎動物では栄養を動物機関に生涯使い、移動を行い、生殖に注力することはない。これは、養形成熟の一例であると述べている。中日ドラゴンズの内野手として活躍し、現役引退後は、 川上巨人の名産坊として V 級に貢献した、牧野茂はいとこにあたる。死後ほぼ毎年、ミキシ雄ゲ記念シンポジウムが開催されていた。ABC ごと藤仁し佐とし、地学教育と科学運動19号地学、団体研究会、1991年2月1日。14、ミキシ雄ゲ先生の思い出、甲の国を、ミキシ雄。ゲオ。大事の世界。 B54 から56ありがとうございます。